星のカービィスターライズ。はい、どうも皆さんこんにちは、セブンと申します。それでね、星のカービィスターアライズ、さあ前回クリアしたので、ストーリーモード以外をね少しやっていこうかなって思います。さあ、星の〇〇〇、うん、違う、星の〇〇だった。その〇〇って読むのかそれ合ってるそれ。ちょっとこれやってみますか。あ、なるほどね。これでストーリーっていうかやってくってやつね。ああ、面白そうじゃん。どうしようかな。ああ、でもあれだ、ストーリーでめちゃめちゃお世話になったスティックでやってみるか。スティックばっか使ってたもんな。なるほど。え、これさ、すぐ終わる、これちゃんとすごい時間かかりそうじゃない。どう、よし、仲間にしちゃうのか。なるほどね。さっきあの説明を無視したけど、こいつら仲間にすればいい。あ、なんだ君たち、一体あれ、体力めっちゃ少なくね、大丈夫。え、何、素早さレベルアップ。あ、速くなった、ちょっとすごい。あ、なるほどね。こういうのをゲットして強くなっていこうねっていう、でタイムを競っていくっていう話ね。オッケー、了解です。あ、ちょ、まあいいや、ほら急げ。あ、これは回復かな。オッケーオッケー、さあ行こう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 、先行くぞ。さあ、これ何分かかんの、これすぐ終わる本当に。最初から最後までだったら相当あるよね。よしよしよし、まあいいや、スイッチ押して、なんだ、何それ。あ、よっしゃ、あ、マホロは初じゃね、今回初だよね。オッケー、こんにちは。あ、なるほど、こうやって友達も作れると。よし、行け。さあさあさあ、どん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 、何、近い、行ってよしよし、で先に進むと、なんだ、攻撃力か、これ攻撃が全員上がるんだね、これ。よし、オッケーオッケー。さあ次進みましょう。さあ何が待ってるかな。なるほど、オリジナルっていうか、その、あれだね。オリジナルのステージでいいんだ。うん、こんな、まあ、こんなステージあったかな。でもなんか順番が多分違うよね、あったとしても。こういう順番じゃなかったと思う。一体な。何、あ、マホロワの技か。何やねん。あ、じゃあ、あ、まあいいや。よし。あ、マホロはあんな技使いんだね。なんかすごい。あ、なるほど。よし。は。どうしようかな。ナックルジョー。違う、何マホロは炎を使えるんかい。まったく。じゃあ、やんなくてよかったじゃん。おいや。おいっと。こうして。さあ、みんな置いてくよ。バイバイ。え、てか、まじ、もう死にそうだし。今見たら。うわぁ、気づかなかった。お、あ、で、攻撃力アップ。え、これ死んだらどうなんだろう。ちょ、やばくね？まあ、大丈夫か。うん。大丈夫か、ほんとに。あ、ちょ、待って、回復アイテムみたいなのもらってなかった、今。あれ？これどうやって回復すんのこれ。このゲームどうやって回復すんの？食べ物がないの？出てこない、なんか。回復するやつ、あっぶね。え、これむずいんだけど、死んじゃった。え、どうしよう。え、どうなんの。これ下は行った、あれ判定になってる、これ。あ、オッケーオッケー、はいはいはい。ちょっと待って、マジで油断した。 HP が低すぎるな。適当にガンガンやってると普通にやられちゃう。で、二人がかりで開けていく扉。
まあ復活が早くて助かるね、こっちとしては。さーて、さあ頼むわ。はっ、よしよし、ワンナップワンナップ。あ、残機があるから。これはこれは何、体力アップ。おーっと、体力めっちゃ上がったそんな上がる、え、めっちゃ上がったよねこれ。よしよし、あ、キョキョキョ、この歯、よしよしよし。今さっきのハートは何だろうね、なんかハートの なん、よしよしよし君たちがこんなに落ちてくるってことはあれだろ、そうだよね。は、あ、無理か。よしよしよし、はっ、オッケーオッケー、いいね。ちょっとダメージにも気をつけながら。ダメージ与えられないのこれ、与えられないんだなあれも完全に無敵か。え、これで降ってくると。さあ走らせれ、君を救いたい、よっしゃあ、待って、今、いや、なんかあったな、今なんかあった、まあいいや、そんな気にしててもしょうがない。先に進むことが最優先な気がする。はっはっはっ、よし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 、いいね、調子いいよ。よしよしよし、急げ急げ。で、大砲に入っていく。よし、オッケー。ここには何があるかな？あれより早く行けってやつか。わあ。よっしゃ、さよなら。あ、お疲れ。これで、あ、なるほどね。フレンズ、じゃあフレンズじゃない。スピードアップ。オッケーオッケー。うわ、めっちゃ速くなった。え、めっちゃ速くない？速いよね。あ、なるほど。こういう楽しみがあるのね。うわー、楽しい。わ、速い速い。いって。ちょ、制御できない。速すぎて。よし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 。体力とかもなんか、ゲージ2個分とかになんないかな。俺、それぐらい楽したいわ。さあ、なんだこれ。あ、電車ごっこみたいなやつだ。うわー、カービィいないのなんか新鮮だね。よし、フレンズでした。よし。こんなステージなかったよね。あったっけ？もう覚えてないだけ俺。ないよ、ないよね。なんかどっかのエクストラステージがこんなステージなのかな、もしかして。来た。オッケーオッケー。おっしゃ、いけ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 。いいね。オッケーオッケー。はっ。こっちでいいの？ちょ、わからん。オッケーオッケー。看板にしたかったら正解だったっぽいかな。おお、すげえ。うわやったやった。しかも攻撃アップと体力アップがあるじゃない？さあ、体力がどれくらい上がる？ちょっとだな。さっきと比べたらちょっとだね。まあ、普通の体力ぐらい？いつもの体力ぐらいは欲しいんだけど。よし。違う。よし。先に進むか。はっ。オッケー。あ、あ、あいやーっと。よし、無敵。無敵あるぞ。いけいけ。どんどん進め、どんどん進め。はっ。はっ。よしよしよし。お、すごいすごい。え、なになになにさらにスピードアップして、今なんか、刀みたいな、刀なんか、でっかい剣みたいなの出てこなかった。なにあれ。さあ、まだまだ。無敵。はっ。オッケーオッケー。はっ。危ね。よっしゃ、どんどん先進んで、こういうのも見逃さないようにね。お、なんだ今なんか倒せた。やった。よっしゃ、はっ。はっ。で、なんだ？このでかい扉があり。ちょっと。あの、解散なんかできんの？コピーの変えられるってこと？これ。
まあ、いや、それは試さないでいこう。先進もう。はーはー、おーしよしよしよし、はー、ちょ、マジでこれがつ、うわー、いっていっていって、これずるくない？これどうす、どうやって避けんのこれ。弱え。こっちが強すぎんのかもしんないけど。はい、お疲れ。で、踊るのか。あ、これで中間ポイントですよってことね。あ、はいはいはい。じゃあまあまあまあ、さらに次行きますか。レディーゴー。さあね、つっても初見だからね、あれだよね、タイムはね、さすがに無理だと思うんでね、タイムは期待しないでもらいたいね。あ、ただ、まあ、急ぐ急ぐ、さすがに急ぐ。ん？ん？何？何？あー、ジュースに下手だった。上ね。はい。よし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 。はっ。オッケーオッケーオッケー。さあどこだ、ここね。よっしゃ、こういうのも見逃さないでいこう。まあフォロワーが消してくれる。よっしゃ、下か。オッケーオッケーオッケー。一番下で、そう、これ看板を見るステージね、これね。お、スピードアップ。さあ素早さがもうバカみたいに速くなってんじゃない今。俺にコントロールできるかこの素早さ。うわーい、余裕。このあれから逃げてくやつめちゃめちゃ簡単じゃね。ちょっと見たいのある。あー、まあいいや、ちょっと、あ、時間がもったいないから急ごう。よし、行け。これやってればね、大体大丈夫だからね。よしよしよし、はあ、はい、オッケー、攻撃力アップ。なんか体力だけなんか異様に少なくね、気のせいか。はっ、よし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 。さあ体力って言ったら、そばから体力が増えていく。さあいいね、どん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 強化していきたい。よっしゃ、で上かな。オッケーオッケー。はっ、いって、ちょ、あ、失敗した。オッケーオッケーオッケー。まあ大丈夫大丈夫。これあれじゃね、あの何、プププ城っていうのかな、あのあいつ、あいつ、デデデ大王の部屋。よし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 、オッケー。おお、すごい、スープレックスにはなりません。で、ちょっと待って、何も見てなかった。うわー、恥ずかしい今。ちょっと待って、体力を回復したいんだけど、これ体力の回復マジどうやんの？ちょ、教えてくれ誰か。はっ。おっと、なんかあるな。よっしゃ。オッケー。あ、出た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 。俺俺。はっ、あるとスープレックスを持ってないとあれは壊せないんだよね。オッケー、まあいいでしょう。あれちょっと壊したかったけど、まあスティックでね、最初から最後までスティックでクリアしていく。登ってスイッチオン。さあ、いけいけいけ。オッケーオッケー。さあ行こう、先に進みましょう。いいな、これ4人でやりたいな。楽しそうだよな、4人でやったら。お、あれ、デデデ大王じゃないの。デデデさんは、デデデさん、
ね、そのでかい刀強いよ。 OK。 んとどこ、なにこれ、なにこれ、え、もうレベルマックス早くないっすか。まあいいや、まあ、まあいいか。解散できるのな。解散したらどうなんのこれ、ちょっとやってみようぜ一回。あ、なるほどね自分はそのままなんだ。自分はそのままならあれじゃねまあいいや、よし、これで進みましょう。早っ、足早っ。お、もう抜かせちゃうぜお前ら。オッケーオッケー。さあ攻撃力もマックスだし体力もレベル4だと。さあ宿敵の暴君、ででで大王、とりあえず君は倒したい。はあ、ちょ、なになに、なんか手に入れたね。ええ、あれ、よしよしよし、おっと、出た出た出た。これね、すごい俺はこのデデデ好きじゃないな。なんか、なんか気持ち悪いな。わかります、いっていっていって、はぁ、なんか、ふけんな、あっぶね、いって、なに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 、ちょっと待って、どうすればいいの、いって、なに、真ん中の柱邪魔なんだけど。受かったマホロアさん強くね、やってった端からめちゃめちゃ飛んでったね今。あ、こういうの入るんだ。へえ、終わり、これレベルクリア、あ、終わった。次のレベル上って何、え、ちょ、一回ちょっとタイトル戻りますか遊び方を理解してないのに始めちゃったからあれだったわ。すべてのフレンズのセーブデータを残せるようになりました。特会引っかえ、いろんなフレンズと冒険出よう。へえ、遊び方今から見るね。カービィがいなくたって大丈夫。レベルアップハート、まあ、これはなんとなく、あれ、これはなんとなく見てれば分かったけど、まあ、いや、なんかあれだな、なんかこういう遊び方もあると。へえ、もう一回、もう次のレベルっていうのをやってみようかな。いや、これはちょっと時間ねえから、今はいっか。よしよし。まあ次回ね、まあ次のレベルやるか、ちょ、他のね、なんかディメンションなんたらっていうのやるか、どっちかやっていきたいと思います。うん、よければね、チャンネル登録と高評価ボタンの方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。